JRA は13日、長野猛蔵機種22イコール美、伊藤慶イコールから機種免許の取り消し申請があり、同日付で免許を取り消したと発表した。長野機種は10月後、6日にかけて東京競馬場の調整ルーム内に通信機器、スマートフォンを持ち込み、調教について、旧車関係者などと通信を行っていたとして、 同8日から最低委員会の議定があるまで騎乗停止となっていたこの日第1回最低委員会が開かれ昨年5月26日から継続的なルーム内でのスマートフォンの使用が認められたほか調査の過程で骨折休業中に自身の親戚に対して勝ち馬投票権の予想行為を行ったことが発覚所属9社の所属場ではなく自ら騎乗経験のある馬ではなかったが 事実を重く認識し、2025年10月7日まで1年間の起乗停止という処分が下された。決定を本人に申し伝えたところ、自身から免許取り消しの申請が提出された。長野騎手はデビュー4年目で、7月に JRA23100 勝を達成するなど将来を期待されている若手ジョッキーだった。長野猛蔵、長野武蔵、2002、平成14、 年9月8日生まれ、22歳。新潟県出身21年3月に美本伊藤慶造九社からデビューし同年3月6日の中山 3R 玉もヒップホップで初騎乗初勝利デビュー年は29勝を挙げ民放競馬記者クラブ賞を受賞した JRA 通算2501 11 111勝